はい、皆さんこんにちは、コグルです。今日はですね、プリンスでですね、新作のラケットが、出ました。で、最近 SNS で、プリンス使われてる、国内のトップの選手、上杉選手だったり、あと白石選手だったり、他にもたくさんのプリンス使ってるトップの選手いるんですけど、みんな黒塗りのラケットを使ってて、結構インスタとか、X とか、あとスタデニさんとかでも取り上げてたと思うんですけど、ついにですね、情報解禁したということで、僕もいち早く送っていただきまして、僕なりのちょっと新しいラケットの、インプレーやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。まずは、これですね、色とか、からちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まずは前作こんな感じですね。緑だったんですけど、金色はこれやっぱ優勝トロフィーの金を表してるっていうことで、デザインそんなに変わってないですね。ここにもプリンスの文字と、こっちファントムの文字で、でここにもファントム文字入ってますし、あとここの上ですね、こっちガッと貼ってないんであれなんですけど、ここファントム文字入っててっていう形なんで、デザインはさほど変わってないし、形も変わってないし、スペックもこれファントムの穴なしのバージョンなんですけど、 305g の100インチっていう形で、出ました。で、プリンスさん、おっしゃってたんですけど、結構シャウンをかけた、一品ができたっていうことで、新素材の、ザイロンっていう素材ちょっと使ってるってことなんですけど、なんかちょっとここ、ちょっと見てもらえればと思うんですけど、ザイロンってここに書いてあるんですよ。テキストリームって文字ちっちゃくなってて、で、ザイロンっていう文字が入ってるんですけど、要するにその振動吸収をこっちの前作よりもなんか2倍、振動吸収素材2倍になったっていうことです。あとはスタテニでもおっしゃってたんですけど、こうインパクトの時とかにスイングした時にこっちの前作よりも面ブレが減ったっていうことなんで、剛性が上がってるっていうところが今回のキーポイントっていうことなんで、ちょっとこの後ストローク含めボレースマッシュサーブ一通り打ってみて、忖度なしの僕の選手としての率直な感想を皆さんにお伝えできればと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあいきます。はい、では早速、まずストロークからちょっと打っていこうと思います。フォアとバックからちょっと打っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃ一旦バックも行きまーす。ちょっと近場でここら辺でいいですか。なんかめっちゃ来るもん。前作僕1年半ぐらいして使ってるんですけど、今ほんとファーストタッチ打った感想を率直に言うと、面ブレが本当になんか減った感じがすごくあります。インパクトした時に僕結構回転かける派のプレイヤーなんですけど、しっかりと面がこうぐらつかずにまとまってるんで、クリアな感触、あと安心感があるんで、かなりこう信頼できるっていうか、振っても面がこうグラグラしないんで、ちょっと外してもサポートしてくれるし、あとはその振動吸収、2倍になってるっていうことなんですけど、確かにね、インパクトしてからグリップに来るまでのその振動も、減ってる感じがすごくあります。大げさに言ったらなんかキモニの振動止めつけてるみたいな感覚がつけてないですけどあります。はい、
はい、続きましてちょっとボレー行きたいと思います。はい、行ってきます。フォアボレー、バックボレー10球ずつ回っていいですか。ちょっとスマッシュも行きます。スマッシュお願いします。やっぱりさっきも言った通り、一番印象に残るのはメンブレの圧倒的少なさが感じますね。前作のファントムに比べてインパクトした時のその面の安定感が全然違います。これ本当にスタデにね、確かあの女さんも言ってたんですけど、メンブレが全然しない、インパクトの時に。なのですごく安心してここでボールを捉えるっていうのができるんで、めちゃくちゃいいですね。これ冗談抜きです。僕はあんま嘘とか本当につく人間じゃないんで言いますけど、かなりいいです。サーブも行きましょう。お願いします。はい、続いてサーブ行きます。やっぱりメンブレが少ないです。もう全部に共通してボールを打った時のメンブレが本当に減りました。これも一つことにつきますね。はい、ということで手短に、一通り打たせていただきましたけど、かなり仕上がってるモデルだと思います。これ競技してる僕らでめちゃくちゃ安心して打てるっていうことは、学生プレイヤーまたはその週末の、一般の方たちでも、めちゃくちゃおすすめですね。はい、こんだけ薄いラケットでパワーもかなりこうボールに対して伝わってる感覚あるんで、これ本当にプリンス史上最高の傑作じゃないかなと思います。はい、ということですね。今日は、選手目線のプリンス新作のファントム100でちょっとレビューさせてもらいましたけど、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ興味ある方よければ、僕公式 LINE を概要欄貼っとくんで、そこからこのラケットもし購入したいっていう声あれば、僕に公式 LINE つないでもらって、プリンスのラケット、興味ありますって LINE していただければ、僕からも購入することができますんで、多分予約になりますね。9月発売っていう形で
公式ホームページに書いてあるんで、予約品って形になると思いますけど、はい、ぜひ興味ある方概要欄から来ていただければ、嬉しいです。はい、ということで本日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。